はい、皆さんどうもこんにちは。ブドウです、ファイアーエンブレム創炎の奇跡続きをやっていきたいと思います。どうしよっかな。とりあえずカラスを倒しましょう。カラスを、あ、攻撃18、18、7、耐えるっちゃ耐えるな。置いていいかな、ここに。12だろ。あー、でもやめとこうか。一応でもここから攻撃しよう。よし、いいぞ。問題はこう誰で塞ごうっていう話なんですけどね。ジルはな、でも、オスカーかな。オスカーで頑張ってもらうしかないか。まあいいや、とりあえず後にしよう。6、よし、開いた。オスカーかな。オスカーで塞ごうか。22。11、16。倒せないのか。14、5、6、7、8、いけるな。あ、倒せるじゃん。22。まあとりあえずでもここに攻撃して逃げるか。あー、いった。よし、いいぞ。アイクはな、アイク、まあとりあえずでもケビンで弓を倒す。当ててくれよ、頼む。当ててくれ、当ててくれ、頼む。
どうしよっかな。サンダー、手あり、あ、なるほど。じゃあティアマトでいっか、こいつは。うん、安全に宝箱に行けるな。エルファイア、アイクはアイク、オスカーの支援範囲に入れときたいんですよね。ただな、やばいんですよね。それは後で考えるか。ティアマトはまだ大丈夫だと思うから、攻撃して上の橋を塞ごう。もったいないな、せっかくケビンが当ててくれればケビンの経験値になったんだけどな。うん、で戻ると、でですね、こい来るとしたら誰が来るんだ。ん、あ、手ありが飛んでくるのか。どうしよう。どうかな、当ててくれるかな。当てろ、頼む、ジル頑張れ。よし、いいぞ。うん、あー、ジルがちょっと心配だ。ああ、どうし、ミストは、ミスト、いつまで、止まって。8。1、2、3、4、5、6、7、8。ここまで来るのか。ここは来ないんだな、じゃあ。うん、頼む、ミスト、魔力、速さ、速さ、速さ。おお、いいね、素晴らしい。守備が惜しいけどな。で、8だろ。1、2、3、4、5、6、7、8、ファイヤー、まあ、ちょっと逃げて、うん、こんなところか、アイクか。ちょっとね、こっちら辺がちょっと心配ですね。うん、頑張って。よし、いいぞ。ジルがな、倒さないでくれ、倒さなくていいから。あー、結構痛い。おーっ、倒さなくていいぞ。守備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 、速さ守備、速さ守備。
あ、そっちか。ヨファーだよな。出撃は食らわないだろう。うん、よしよしよし、いいぞ。よしよしよし、あ、せっかくの経験値が。そっち行くのか、カトリ。どうしよう。まあこのカラスは倒すだろ。ハンマーがいる、怖い。どうしよっかな。上に回った方がいいですね、これね。もうこっちが、こっちの船にはもういないからさ、上に回っていこうか。まあとりあえずカラスを倒そう。カラスヨファーだと倒せちゃうから、なるべくね。あ、当てろ、頼む、当ててくれ。よし、いいぞ。倒せるな、よし、いいぞ。よし、頼む、速さ、力と速さ、力と速さ、頼む、守備、守備、力。なんだこれ。ああ、ザンマ島みたいなやつか。へえ、重いな、15もある。どうしよっかな。手槍ですよね、手槍。手槍だからとりあえずティアマトちょっと進んでいこうか。よし、いいぞ。武器の節約。あんまり美味しくないけどな。うん、こっち誰に向かわせようかな。手槍、剣、剣、斧、ハンマーか。ジル、ジル。弓がいないからまだマシですよね。ジル、ここ置くか。ここ置いたとして誰が来るんだろう。剣士が来るのか。
まあジルなら大丈夫だろう。もし何かあれば助けに行けばいいしな。オスカーとケビンもね、使っていこう。イレースは食らうとどうなるのかな。14。増援が来ないとも限らないからな。頼むガトリー、ガトリーは死なない。よし、まあ魔導士来るよな。魔導士がちょっと厄介だから先に倒しておこう。うん、ちょっと痛いな。先にこいつが来るのか。よし、いいぞ。うわ、技が低いのか。あれ、手荒れは動かないのか。それガトリーの傷薬だろう。やめてくれよ。ああ、余計なこと。あーら、よし、いいぞ。あ、やっぱりカラス来た。カラスを、カラス大事に倒していこう。カラスが厄介だからな。防衛してれば勝てるんだろうけど。13。この手ありは動かないから、ここ待機してていいか。で、カラスが来てるんですけどね。まだ大丈夫だ。あ、よし、カラスは、カラスどうやって倒そうかな。剣士が来るのか。剣士は大丈夫だろう。ハンマーが怖いんだよな。なんとか耐えないかな。で、ティアマトはちょっと自分で回復しようか。傷薬がなくなった。どうしようかな。ここ守っていいかな。守備11だろ。12あるからな。
まあいいや、ちょっとやってみよう。ヒット&アウェイ作戦でいくか。頑張れジル。あ、痛い。結構痛いぞ。逃げて、ケビンで倒せるかな。倒せるな。頑張れ。よし。で、オスカーで蓋をしよう。うん。オスカー力がないってのは鋼の槍とか安心して持たせられない。うん、重いからな。これは誰のだ。手やり、手やりか。でもあの手やりは動かないから。うん、いいかな。あ、お偉い人間様ってのは融通の利かないのが常だね。ああして痩せ我慢し死んでいくのがオチか。しかしこうやってただ指を加えて、いや、あ、ニハルチ、ニハルチ、目が開いてない。坊ちゃま、また何やら悪巧みをしておられますな。坊ちゃまよせって何万回言えばわかるんだ、ニハルチ。坊ちゃまは坊ちゃまです。何回何万回言われてもこれだけは譲れませんぞ。王になられてもこのジーメには推しに、卵の殻がついたままの可愛い坊ちゃまですじゃん。ああくそ、もう6時ジーメ、もう6時ジーメ。まあいい、ちょっと参加すんのか。え、おいそこのお前。はっ、戦乱のどさくさに紛れて、積み荷をいただく。あちらさんは生身の人間にしか興味はないようだ。だったらお宝は全部我らカラスのためか。 やめてくれ。うわ、手前の、でもこっちの船の宝は何とかしてでも取りたいな。おい、これ死んだだろこいつ。ああ、よし大丈夫だ。オスカーなら大丈夫なはずだ。よし、おりゃ。しかし通撃も出ないのがオスカーだ。ガトリアも効かない。ほら、しかし通撃は出ない。出るわけないか、剣士相手に。あー来てる。そっちを狙うのか、攻めては来ないのかな。うん、どうしようかな。今回はですね、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。